おめでとうございます。ありがとうございます。待ちに待ったゴール決めてくれました。あのゴールシーンなんですが、受けたとこからこう打つとこまでイメージもできてたんじゃないですか。はい、もうイメージ、そうですね、もうあれしかないなって感じだったんで、体勝手に動いたっす。でちょうどコースもファー空いてて一番得意な形だったんで、よかったっす。サポーターのとこ行きました。はい、最初ベンチ戻ろうかなと思ったんですけど、やっぱ逆転ゴールだったんで、一回裏行こうと思って裏こう行きました。プラメイドです、はい。うん、でも1点目のアシストも、はい、あのクロスも素晴らしかったですね。そうですね、ちょっと縦読まれてたんで2回目の切り返しのところが、なんで中行くふりしてそのまま上げるようかなと思ってて、それを涼雅に伝えてて、でちょうど涼雅がそこ入ってくれてたんで、そこに上げれました。あうんの呼吸でした。そうですね、涼雅良かったです、決めてくれて。まあちょっと今日久しぶりの先発でした。どんな思いでピッチに立ったんでしょうか。はい、そうですね、まあなかなか試合には出れてるんですけど、先発で出れてなかったので、やっぱり自分みたいな選手がどんどん結果を出していかないとダメかなとは思っていたので、こういう時にやっぱ、まあ、ちょうど900試合のセレモニーとかもやってもらって、両親とかも来てくれてたので、やっぱそういう時に結果を出せる男になりたいなと思って、今日は結果にこだわってやろうと思いました。いや本当見ていて、うわご両親喜んでるだろうなって思いました。はい、やっぱりちょっと嬉しかったですか、ご両親の前でっていうのは。そうですね、はい、自分も嬉しかったし、終わった後 LINE で喜んでました。なんて来てました。いや最高だったよ。ちょっと恥ずかしいですね。いやそれでも最高ですよね。はい、まあ、こんな風にこうチームを勝たせる仕事ができたっていうのは、ご自身、まあ、当然自信にもなりますし、はい、存在感のアピールっていうのもつながると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、ヴェルディは今誰出ても本当に走れるし戦えるチームになってきていると思うので、もう本当結果的には自分が最後取れましたけど、あそこで涼雅とかも粘ってくれたし、チーム全体で今日はしっかり琉球さんが蹴ってくるところに対して弾いて、結局は最後は自分が決めたって形だったんですけど、やっぱりそういうところでみんなが戦ってくれたのが最後結果に出たので、まあ、良かったですね。まあ、早い時間で指定したところふーっと思っちゃったんですけど、はい、こんな風な、まあ、逆転勝利っていうのは今後の勢いにつながっていく勝利になりそうですよね。そうですね、まあ、失点をなるべくしないっていうのが理想だったんですけど、まあ、逆に時間が早すぎて、まあ、まだまだ時間あるっていう気持ちあったので、まあ、そこで逆転できたっていうのは今後にもやっぱりつながってくると思うし、そこで今までだったら1失点したら2失点ってなってしまったところが、そこで踏ん張れて前半のうちに1点返せたっていうのが本当に大きかったと思います。あの勝利が、まあ、あの試合が終わった後のサポーターの雰囲気いかがでしたか。やっぱりホームで勝てるっていうのは、まあ、自分たちも最高ですし、サポーターの人たちにもやっぱり喜びを届けられたと思うので、本当にいい雰囲気でした。あの今後に向けて、じゃあ改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今日は応援ありがとうございます。まあ、これからまた連戦が続くので、そこでしっかりチームとして結果を出せるように頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。